ヨーブラザー、幸せゴロです。いつもお知らせありがとうございます。今日紹介したのは、ハカーと国連の新システムについてで、お話ししたいと思います。まずこれ実装されるのが、23日になります。23日は、まあ、水曜日なんですね。水曜日なんで、ちょっと注意してほしいことがあって、月曜日と金曜日に、このなんか、この木を成長させるっていうシステムがあって、それってイベントクリアするだけだとちょっと、レベル上がりづらいらしいんですね。なのでこちらのなんたらの願い、金のなんたらの願いってやつが5回分なんか挑戦できるやつがリセットされるタイミングがあるらしくて、それがこちらの月金らしいんですよね。でこの月曜日と金曜日にリセットされるんで、この実装日が23日の水曜日になる予定なんで、2日間以内にこれちょっと何も知らない状態だと金曜日過ぎてしまう可能性があるんで、これをちょっといち早くやるっていうところが今回の大事なところになると思います。はい、あとは早めに毎日の樹脂の消化で早めにこちらのなんかさまよう有志と珍に新しい生物を周回したいのであれば、早めに任務をこちらをクリアして、ここに参加できるようにするっていうのもいいと思います。あとは、なんか任務、アルベドの任務ですね。新しく手に入るアルベドの任務をクリアすると、無条件でこの腐食の剣ってやつが手に入るらしいんですが、今回のイベントだと、なんか骨幹システムみたいな、体が凍えてしまうみたいなシステムがあるんですけども、これ装備してれば、そのイベント期間中は、大丈夫みたいな武器になりますんで、アルベドのクリアして、片手剣アルベドとかに装備させながらちょっと進んでいくのもいいのかなと思います。武器経験値ボーナスもねもらえるみたいなんです。ちょっと楽しみですね。はい、じゃあメインの方に移ります。まずこちらドラゴンスパイン、こちらの場所なんですけども、今ちょっと僕の方で画面見せることもできるんですが、こっちのはい、これですね。ここのダダウパの谷とこのなんだ潮の間、地中の潮の間にドラゴンスパイって書いてありますね。ここが解放される予定です。この入り江見れると分かると思うんですけども、結構狭い範囲なんですけども、今回新しく新キャラ実装されるのがモンドのやつとリユウのやつ1体ずつなんで、カウと、アルベドですね。なので、その間のエリアっていう形になります。左下のこれ、はい、ちょうど今見たこんな感じでしたよね。でここの場所ですね。で極寒環境の極寒ゲージ、これが増えるスピードってこの程度なんでそんなに速くないのかなと思うんですけども、これがなってしまうとこう毎秒ね100とか200ぐらい、150ぐらいかな、100ちょっとぐらい減るんで、ちょっとうざいのかなっていう感じですね。あと一応こんな形で水に入っちゃうとね、急激に溜まってたりとかする。なので、モナとか、あれだな、行く秋のやつで体が湿ったりとか、バーバラとかで回復っていうのが結構、骨格ゲージ溜まりやすいのかなと思います。はい。あとは、簡単なところからだと、この松明とか、こうやって骨格料理のとか、でここで骨格ゲージをね、消すことができると。あとは新しいレシピをね、任務クリアで手に入るこのお肉と野菜のシチュー、これでできるんで、獣の肉と人参とトマト、この3つあたりをね集めておけば結構いいのかなと思います。これがあればもう別にも大丈夫なのかな。あとはシンクの石、これが結構重要みたいで、これ極寒ゲージがね止まるもの、だから各地に置いてあるらしいんですけども、それを手に入れるとこういう形の、
エフェクトになります。でこれをないとなんかこう壊せる石があるらしいんですけど、これじゃないと壊せないらしくて、まあ、これを取ることによって壊せるところがなって新しいそのところに行けたりするのになると思うんで、結構このシンクの石に対してはちょっと少し注視しておく方が僕はいいと思います。はいはい、で先ほど説明した月金でなんか解放されるみたいな話の冬忍びの木、これなんですけども、やっぱレベル上げるためにはなんかいろいろやることがあるらしいんですけども、やっぱ月金のやつがかなり重要なんで、まずは金曜日までにあれのエネルギーを消化するってことを優先的にやってみてください。では出会いの縁みたいなものも手に入ります。あと仕上げ用マコですね、新しい武器が増えるんで結構これ嬉しい内容になってます。あとはこのほうきとか、まあ、槍を作れるようになる、槍作れるようになるんでこれも結構嬉しいのかなと。あとはこの僕の場合だったらこの知恵の冠ですかね、はい、テンプレベルをマックスまで上げるように必要になるやつですね。で、この放熱瓶が結構レベル4で手に入るんでこれは結構簡単なんですけど、これ作るためにはこの金星鉱石とこの花なんとかっていうやつ、これがモンドとかいろんなところにある、なんだろう、燃えてる花を水とかで消すと手に入るやつですね。なのでこれを使って作ることができます。でこれ極寒ゲージをなくせることができるっていう形です。あとはまあここら辺、この武器に関して言うと砲機系の氷のやつがねどうなのかっていう感じになるんですが、こういった形で結構面白いのかな、まあ、これ好みあると思うんで、はい、ぜひ使ってみてください。一応こんな形ですかね、さっき言ったこの説明ですね、まあ、これが目的には重要だと思いますので、これだけ気をつけてもらえればなっていう、まあ、これがちょっと言いたかったっていうのもありますけどね、はい。あとは新しいその前にフィッシュルのイベントやったみたいななんとかエッセンス手に入れてこのイベント焦点と交換できるみたいな、またこれ系が来るんでちょっと樹脂を消化する可能性はあるんですが、まあこういった形で武器の突破素材であったり経験値また手に入ると思いますんで、この辺もご活用いただいてアルベドとか新しく来るカウの成長素材に使っていただければと思います。はい、ということで今日はこの辺ですかね、この辺でお話の方は以上とさせていただきます。ちょっとネット環境悪くて生放送とか個人的にできなかったんですけど、それが今日治りましたんでまた生放送でやったりとか動画作成の方またいっぱい頑張っていきたいと思いますので、またご視聴の方よろしくお願いします。気に入っていただけたらチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。はい、ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。